クラウス・リヒツェンハインはドイツ・ベルリン出身の元陸上競技選手である。彼は1956年に開催された1956年メルボルンオリンピックの陸上男子1500メートル競争で銀メダルを獲得した。リヒツェンハインは当時の東ドイツで陸上選手として活躍し、メルボルンオリンピックでは東西統一ドイツ代表として800メートル 競争と1500メートル競争の2種目に出場した。38人の選手が出場した800メートル競争では1分53秒3の記録で予選5組の5位に終わり、準決勝へ進むことができる各組の上位3名には入れなかった。37人の選手が出場した1500メートル競争では予選1組で走り、3分46秒6で1位と、 なって決勝に進んだ。決勝では、アイルランド代表のロナルド・デラニーが、当時のオリンピック新記録となる3分41秒2で優勝し、リヒツェンハインは3分42秒0で、銀メダル獲得を果たした。アスレチックス・アット・ザ・1956メルボルン・サマー・ゲームズ・メンズ8 0 0ズ2 0 1 1年6月25日、閲覧。 アスレチックス・アット・ザ・1956メルボルン・サマー・ゲームズ・メンズ1 5 0 0ズラウンド12011年6月25日、閲覧。アスレチックス・アット・ザ・1956メルボルン・サマー・ゲームズ・メンズ1 5 0 0ズフィナール2011年6月25日、閲覧。ありがとうございます。